どうもみなさんこんにちは、キヨキヨです。そしてはい、よつです。おはるです。ということで、ね、今日もカズさんワールドの、清原島で遊んでいきたいなと思うんですけども、はい、今日はですね、前回に、この家を作りました。結構大きな家というか、家っていうよりもオープニング台だけどそうです、あのですね、オープニング台は皆さん何かわかりますでしょうか。やっぱ YouTuber たるもの、絶景でやっぱりオープニングを撮りたいと、はい、いい場所で撮りたいもんな。そう、でもカズさんワールドだよってわかるようにもしたいし、こちらのズボンさんの村とかもね、まあわかりやすいようにしたいなっていうところでこれ作ったんですけど、この山が邪魔なんだね、これ山、地味な山、まあ、これは、うん、こっちの足も高くせばいいから。確かにね、まあここが2階建てになる可能性もあると。そうさ、うん、で、僕らはですね、これ作ってですね、ここにもちょっと今日階段とか作りたいよね。でもね、そうだね、うん、ちょっと上に行けるようにはしときたいから、ちょっとこの花とかが見えなくなっちゃって悲しいかもしれないけど、まあその辺はなんとかしようで、ここは倉庫にしようかなと思ってますっていう感じですかね。だから今日はゆるりとやっていきます。本当のゆるり。むしろゆるくない時あったんだなっていう俺ね、一つ思ったんだけど、ここのね、ここら辺、ここら辺をちょっとやっぱここも階段にしちゃおうかなみたいな。ああ、なるほど。だって俺家行きたいのに毎回この穴をさ、かいくぐっていかないといけないって結構めんどくさかったりするじゃん。まあ、家に行くことあんまないけどね。そうですね。っていうのを作っていこうかなと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあもうちょっとぼちぼち作っていきますか。そしたら。ちょっとさ、うん、結局木がねえんだよ俺。それな。また木を取りに行かないといけない。まず木取りに行こうぜ。よし。上陸。さあ俺らはね、鉄の掟でやっぱ手前は先輩のものだから。そうさ、切ったら植える。ちゃんと。そう、切ったら植える。なるべく元通りにね。俺ら下っ端だから奥の方から取っていくっていうね。そうさ。え、なくね？あーでも、あ、中の方に結構生えてる。危ね、ここ、危ね、俺ジャンプしようとしちゃったまた死ぬやつだ。あれ結構あるな。じゃあちょっとここから取りに行きますか。よ、大原なんか今日疲れてるでしょ。いや、全然疲れてない。本当に？うん。いや、ちょっと嘘なしにしよう。マジマジマジ、疲れてるよ、疲れてるよ。マジで今日ちゃんと寝てきたもん面白い。僕らはね、最初カフェで会うんですよ。あで、まあ朝ごはん食べたり、まあなんか今日のは何撮るみたいな話したりしてから、はい、僕ん家に来るんですけど、その時の大原ですみたいなそれ多分普段の俺だいつもそんなもん。それな、それな。原木どれぐらいあったらいいかな。まあどれぐらいあったらいいとかないけどさ、あればあるほどいいっていうのが原木だから難しい、ね、それな。ちょこちょこ作れればいいから、まあ、そんな多くなくていいかな。ちょ、一瞬だけポイ捨てさせていただいて、これ一瞬だけですよ、もちろん。嘘ついてる。ちょっと多く苗木ね、苗木をね。あ、やばい。ん？よるか、よるか、出てきた。やばい、逃げよう逃げよう逃げよう。ナイス判断。ちょっと原木生やしとこう。お、いいね。ただちょっと待ってくださいね、生やしすぎて。うちの島に生やしてもいいけど。それじゃん、それじゃん。生やそう。あ、危ない。やばい、夜はやばい。俺らもうノーボーグだから。よし、帰りましょう。寝ます。おはようございます。おはようございます。やばいよ、雲とかいるよ、スケルトンとか。気をつけてな。マジでクリーパーマジで厄介。いる上。いや、いる。びっくりした、カズさん。これだ、これカズさんが敵に見えた今でかすぎでしょ確かにね。よし、ちょっと作っていきたいと思います。で、ちょっとまず俺チェスト作るわ。普通にみんなさ、誰もチェスト作ろうとしないじゃん、ぶっちゃけ。それはあー、まあ確かにな。ぶっちゃけね。あ、これ誰で、なんかいる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 、2人いる、2人いる。やめてやめて、隠れよ隠れよ隠れよ。隠れんの？これ見て。あ、あれ？池田？燃えたかな？あー、いた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 ！こいつ！やっちゃってください。うらうら。あ、俺何もせず勝手に死んだ。じゃあもうチェスト置いちゃっていいですか？じゃあちょっと待ってね。うん。せっかく今床張ってるからこの上に。あ、これ床か。おお。シャレオッティ。このチェストも壊したいんだよね、それで言うと。中ただね、たんまり入ってるから。たんまり入ってるね。先にこうやって俺置いて、こういう置き方する？多分綺麗だと思う。で、カズさんみたいな感じでこういう感じする？いや、こんな感じで、せっかく隙間作ったからね、うん、この間に入れていけば綺麗になる。それも計算してたの？いや、それは後々気づく。じゃあこれ上に作っちゃう？おはようございます。カズさんは結構朝収録してること多いらしいね。俺たち絶対無理じゃん。絶対無理、一生合わないかもしれない、もしかしたら悲しいな。ドズボンさんはやっぱ夕方から夜が多いらしくて。じゃあ僕ら昼から夜だよね。まっす俺たちど深夜に撮るかと思ってて。食べ物豊富にあるな、これドズボンさんのおかげですよ。バン
山のような人参によって山のような人参俺たちのライフラインが保たれているワンチャン、はい、なんかこう道をさ、うん、常にこの木の上でも道を増やしていくってイメージにする。ここ一帯が全部木になるってこと？いや、なんかこうウッドテラスの道があるみたいなイメージ。あー、それはいいね。あ、じゃあ道全部木にしちゃうか。で、下は下でなんかまあいつかどうしてボンさんがマグマ垂らしたったみたいな。あの木刀とか全部木すべて木やさ。マグマ垂らしたった原木っていうか、あれある苗木。あ、苗木いくつかあるよ。ちょっと植えとこうよ。確かに、どうせ使うから。あ、めっちゃなんか整理されてる気がするわ。じゃあ苗木、じゃあこっちちょっと木植えといたんで、まあまあ、はい、待ちましょう。育ったら使おう。いや、いい感じに倉庫できてきたよ、マジで。こればっかりはこれでね。あとはちょっと木の道作ろうか、そしたら投げますか石の。キヨキヨさん、どうしたの？このチェストなんか山ほどなんか詰まってますよ。え、何？また？違うよ。あー、俺が入れたやつだ。一旦寝ますか。行きましょうか。うちの家と全く同じです。あ、そう、大原犬飼ってるもんね。飼ってる。いや、俺マジでさ、第4回ペット欲しい選手権また来てんすよ。いつだっけ。そんな。いや、俺その時々ペット欲しくなるの。あー、知らんかった。で、僕犬か猫飼ってると僕猫だから。はいはい。またね、悩みが来ちゃったんだよね。なんか猫ちゃんいたら、うわ。普通 YouTuber ってさ、こう家にいることが多いじゃないですか。多い。なんてか知らんけど、キヨキさん家にいないことの方が多いじゃん。そうなのよ、俺結構ね、なんか結構外好きだからさ。なんかペット飼いづらいよね。俺飼いづらいんだよ。まあそうなると、まあ、亀か。亀。サボテンとか。亀。ここへ来て亀。サボテンって何、動物なの？全然。びっくりした、びっくりした。いやでも揃ってきた、揃ってきた。やった、俺こういう揃ってるのが嬉しいわ。あー、ちゃんとなんか建物がね。そう、マジで。でも今俺無言で今道繋げようとしてた。危ねえ。どういうこと？いいじゃん、繋げちゃっていいじゃん。繋げちゃっていい、うん、あれ、なんかこっちできたら新しいの。やだ。そう、そう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 。あ、これはこれはどういう道。いや、なんかここと、うん、ウッドテラスみたいなちょっと段差つけてさ、ちょっと木材が。道が木材なんじゃなくて、単純にその橋ができるってこと？そう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 。え、行き来全部橋ってことですか、僕らってな感じで。どうですかっていう。そしたらボンさん、ドズボンさん、また畑作りに来るよ。通路以外全部畑。畑島なんで。あ、すごい、ここ変わってる。あ、ちょっと仮置きの階段を置きました。ありがとうございます。てか、ここのここの畑ちょっといいっすか。取っちゃっていいっすか。わかりました。ここいつまで保存してあんねん。そういえばそういえば思ったわ。そっちにも一応ベッド置いていいじゃん。じゃあ、そうだね、置いちゃっていいと思う。じゃあ、青いやつちょっと。ありがたいよ、だからこのベッドも嫌がらせみたいな感じになってるけど、実は全然、めっちゃね、ありがたい。実は違ったっていう。実は、そう。このベッドね、まあ、ど真ん中にね、はい。二人仲良く寝れるようにね。内装全く気にしない男の子っていう。これ、どこに置いたらいいんですか、じゃあ。じゃあ、まあまあ、一回仮置きで。仮置きで。これちょっとなんか、ね、ちょっと気になるんだけど。原木なくなっちゃった。原木、あ、原木あるよ。まあ、こっち、56個だけど。あ、でも結構ある。じゃあ、大原さんに託そう。はい。ちょっと取っとくかな、俺。あら、じゃあ俺もちょっと取ってきます。取ってきた方がいいよね、やっぱりね。なんかちょっとイメージだけどね、こんな感じで、ほら。どういうこと？いや、これ柱でさ。はいはいはい。なんかどんどんこのウッドテラスが広がっていく。いいね、いいね、この感じ。そう、上にも積みやすいし。じゃあ2階と2階で行き来できたりするのか。そう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 。ここの畑はどうするか。畑がね、屋根にね、はい、出来上がっておりますんで。レッツゴー。いってらっしゃい。いいね。あ、こっちにもあるんだ。ヒカキンさんとセイキンさんが。果たしてあれに触れていいのかどうか分からないっていう。ヒカキンさんね。もう触れない方がいいんじゃない。カズさんがヒカキンさんって言ってくれてるからさ、俺らも言える感あるよね。名付けて、名付け親。そう。で、僕らで勝手にやったらちょっと失礼になるじゃん。やばいで。やばいで、それはもう完全にやばいじゃん、それは。カズさんやってくれてるとちょっと、あら、ギリ大丈夫なんじゃねえかってなんか思ってたけど。あの、この動画フィクションです、ね。注意事項をつけないと。それでギリギリだよ、うん。あー、多くの原木あった。いやー、でも多くの原木尊いね。尊い。いや、なくね、全然。あー、まあ、ちゃんと内容植えと、ちゃんと帰るとき植えとかないとダメだね。ほんとそうだね、こうやってバチンって。
だダークオークそんな価値ないでしょ今、まあ、おなくはないかそうあればあるほど俺喜ぶじゃあ俺ダークオーク取るわじゃあキヨキヨさん適当に切ったなってやったの、うん、ダークオークあった何それ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 上のやつ全部取り逃してると思って渦巻き型で切っていくとね全部取れるんですよ出た大原の渦巻き講座こう取っちゃダメなのこうやってあのねそれだと届かないんだよ上らへんが確かにじゃあ切り方簡単なやつをはいお願いしますということであー来たまずこの道ねここはいここのここを3マス切る3マス切って乗る次に正面のやつをまた3マス掘るなるほどねで乗るそういうことかでまた正面を3マスっていうそうすると、はい、こうだんだんと上に上がれるのほんとだまあもうだって絶対もうすぐ全部届くでしょでこう一番上まで来たら、うん、ここからとはもう順々に壊していけばなるほどね何もあの残さず取れるっていう俺もやってみよう一段の残して3マス刈るんだそう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 自分が乗れる足場だけ残して切るって感じだからこれさえあればねたとえ200マスの木があってもね全部切れるそういうことかこれは何彫りっていうの知らんほんとだ楽だなと思ってずっと使ってるけどほんとだ、いやほんとだ足場だけ残して1、2、3すげえこれさえ覚えておけばねもう楽ですから確かにもうだって全部取れるもんてかもうその200マスの木なんて絶対ないもんねまあないねそれ多分誰かが作って切っちゃいけないやつだえそれちょっと作んないそしたらあでもありだねツリーハウスでしょツリーハウスそうツリーハウスやりたいんだよ今なんかちょっとおしゃれじゃねツリーハウスあったらおしゃれだと思ういや大原さんの教えのおかげで待って夜来てね夜っすねやばいやばいやばい夜っすなんでそうやってさ余裕ぶっこくのまあ海の中を泳いでいけば、はい、まあ余裕って余裕だからまあ確かにねゾンバーワールド来てるからゾンバーワールドお疲れしたほらさよならじゃあじゃあじゃあ早く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 ゾンビ乗せてくよ俺そしたらもうゾンビさんに一回挨拶してこい挨拶だけ挨拶だけほらこんにちはっつってこんにちはやめろ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 逃げろ逃げろ逃げろおはようございますおはようございますやべクリーパー今俺見ちゃったクリーパー見ちゃった目があった目があったええー、何制服した感こいつ出してるよほらど真ん中にキユキさん任せてやるしかねえですよ俺たちで任せてやるかちょっと俺があれ大原さん大原隊長いやキユキさんどこだどこ行った下落ちたんじゃないこいつ下で窓悪さしてるのかうわー下いるわ鎮座増し増してるよこんな下いんの、まあ、一回見なかったことにするか一回見なかったことにしよう一回見なかったことにしようそうよしじゃあ今日集めた原木の数を発表しますはいあ僕ダークオークがたくさんダークオークが80まあ90個あるけどまあダークオークもダークオークなんかそのうち使い道あるからねまあそうだねなんか俺らちょっと原木にこの多くの原木にこだわりすぎてる説はあるよねちょっとじゃあちょっと、うん、原木にこだわらない建築にするためにおきたこの横のこの柱の部分っていうの横柱、うん、この部分はダークオークの木材使いましょう木材なんだまあ色味が似てるっていうのと、うん、あと困った時ダークオークあの階段を使えばねおしゃれになるんですよなるほどね階段ブロック好きだもんね大原ね鳥間階段だもんね壁も階段使うし、もう柱も階段使うし階段全て階段使うはい、もう無限に階段使いましたお、いいね階段をはい、違う逆向きで逆向きで、あー、そういうことイメージは、こうなるほどね、なるほどねよしよしよしで、ここもこんな感じでなるほどね、確かに確かにえ、なんか来てねあー、なんか来てるなんか来てるあ、あ、え、え、あー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 我が家がそしてこいつ許さねえうらっ穴ぼこになっちまうよおっしゃー倒した俺たちの家が俺たちの地下室が広がってるこんなはずじゃあれでもえこれ壊れたあこの辺全部吹っ飛んだその辺吹っ飛んだねかアクアも逆に利用していけっていうそういうことよそういうことよ今見なかったことにして違う素材挟んだろ見なかったことにしてはいはい、いい感じいい感じだって俺らほらこのウッドテラスにすることで、うん、地面なくても全然作れちゃいますからそうですよよしはいはいはいおー確かになんかちょっとおしゃれな感じに出てるよこれで真ん中を普通のあの多くの木材とかでやればちょっと節約できるから確かにかなり節約ここハーフブロックじゃダメなのねそのハーフブロックって、うん、壊した時にあのコンポスターぐらいしか使い道ないんですよ
普通の四角いブロックだったらさ、はい、棒にもできるし、確かにね、チェストにも何でもできるから、はいはい、幅が利きやすいっていう、修正がしやすいんだよね。確かにな。あれいいおしゃれじゃない？あ、これハンブルブロックしてるじゃないですか。いや、ここはちょっとあえて段差を見せしようかな。段差なんだ。こっち埋めちゃうか、じゃあちょっと。あ、いいじゃないですか、デッキみたいな感じで繋がった。なんかいきなりなんか俺らおしゃれ感出てない？いや、これでなんかどんどん開発していけば、やばいずれおしゃれになるんじゃないですか。え、なんか村感出てきたよ、若干畑もあるし、こう繋げていけば。ただね、俺ら、はい、ここのね、周りがクリーパーで爆発されたり、まあ、もう一回クリーパーで爆発されたし、なんかどん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 爆発されていく。カズさん TNT で爆発するし、もうね、爆発の後がすごいクレーターだから、もうもはや爆発も生かしていけっていうそれな、ありがたいことですよ。じゃあちょっとね、僕階段作るわ、上に。オッケー、頼む。上に上がれる階段を作ろうかなと。ちょっと俺そこまでの道繋ぐわ。じゃあ、あ、オッケーオッケーオッケー。ちょっと俺らね、階段がね、上に上がるのに毎回スライムブロック使うっていう、もう謎じゃんマジで。果たしてあの2階部分何のためにあるんだっていや、そうだよね。じゃあちょっと作ってきたためです。どうしようかな、これで。じゃあちょっと奥の階段作って渡していこう。ありがとうございます。あ、やべ、夜が来る。道の色統一んだったら普通の、あれ、俺階段渡さなかった。オークの階段を渡されましたねいいんすか、ま、いいんすか、じゃあ私やっちゃって、ま、好みですからね、道の色合わせてくれるか休憩さんの容姿にも俺は問いかけてるよ。じゃあいいんすか、じゃあ僕合わせちゃって、そのいいんすか、同調圧力に負けていいってことですかいや、もうやりたいように同調圧力負けて、あ、じゃあもうそんな、ひよけさんがやりたいじゃあ多くできますよしこさんだね、これ。よしこさん、あ、このさ、斜めについちゃうのちょっと PS っすか、やっぱり。 PS かなPS っていうあー、痛い。あの、いい階段、いい階段できてきてるよ。よしよし、階段でここをちょっと領地拡大させて、いや、いいんじゃない？お、いい感じ。いい感じだと思いますよ、私は。よし、ここで入り口ができたと。すげえ宙に浮いてる感すごいな、これ宙に階段が埋まっちゃってる感が。でもここはね、大原さんがね、かっこよくしてくれるよね。あたる基本が無茶ぶりすな。あ、でも柱つけるとやっぱりちょっとこう安牌感出てくるな。ポサみたいなのがね。ポサ出る、うん。あ、原木ね。半分あげよう。お、楽しい。半分過去7個お互いも自利品だ。7個きついね、結構ね。この玄関部分、どうやってつなげるかだな玄関、玄関、あ、ここここなんか若干1マスしか入れないんだよ。バリアフリーないね。そうなんだよ、そこ危ない。危ないのよ、あ、落とし穴いっぱいだから。それ人によっては多分落ちるよね。落ちる。エイムが、エイムが大事もうそういうちゃんと試練的なとこもね、残しつつ。そう、試練的なね。簡単に家に入れると思わないでほしいよ。そう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 、これで落ちるやつは落ちる、うん、すごい、なんかちょっと仲間入りできた感ない？ちゃんとなんかちゃんと建物できた感あるね。今の俺畑しかなかったさ、俺らんちさ俺らが作ったわけじゃない畑いっぱいあって、ね、はい、ということで今日もですね、はい、カズさんワールドで、まあ、僕らの清原島をねちょっと拡大させていただくということをしましたけど、やっと倉庫ができました。いや、よかったよかったよかった。ちょっとなんか一人前感出たんじゃない、村としてね。なんかちょっと建物増えてくればより街っぽくなる。いいね、よかったよかった。ということでこれからも頑張ってきたと思います。今日もご視聴ありがとうございました。キヨキヨのチャンネル登録、こちらポチ、今ね週4ぐらいで出そうかなと思ってますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちしております。そして、こちら、カズさんワールドとのコラボ動画の再生リストもございますんで、まだ見てない動画ある方ぜひチェックしてみてください。そしてあのキヨクラっていうね、僕のチャンネルでやってる僕のワールドも、再生リストありますんで、ぜひともまだ見てない方ぜひ見てみてください。説明欄には建築の最強の男大原の YouTube チャンネルリンクもありますぜひとも登録して動画見てみてください。ということでご視聴ありがとうございました。